はい、工房説の永田です。くさびとを書いて説と呼びます。また今回この子についてちょっとお話ししていくのと、ちょっとお知らせがありますので、音声オンで聞いていただければと思います。はい、コンプロットウーノ、そしてひし形のところ、螺鈿ですね。しかも数字ということは中に入っているもの、当然、はい、マトリックス、数字螺鈿の万年筆となります。まあ、ちょこっと見ていきましょうか。肉眼だとね、もっともっとすごいんですけどね、ちょっと光の加減、螺鈿ですので、その光の加減とかね、そのあれが難しいんです。うん。そうそう。まあ、これを、まあ、コラボして作ってるんですけども、まあ、この装飾をしていただいてるのが、そうです。池田先生でございます。はい。金沢伝統工芸の螺鈿という技術を使って、いろいろやっております。はい。でね、まあ、螺鈿というもの、まあ、いわゆる伝統工芸の一つなんですけども、まあ、はっきり言うと伝統工芸ってもうちょっとなかなか、何ですかね。まあ、衰退してると言ったらあれなんですけど、作り手がどんどん減っていってるっていう状態ですね。ものすごい手間なんですよね、一個一個作るのに。で、やっぱりなかなかね、商売として成り立つっていうのが難しい。まあ、代々その伝統工芸士としてやっている家元じゃない限り、なかなか新しい方がね、この分野に飛び込んで一人前になって作家としてずっと活動していくっていうのがね、難しい世界にあるんですよね。で、まあ池田先生自身はね、もう天才なんで、もう天才で、もう作品がめちゃくちゃすごすぎて、もうほっといても完全にね独り立ちできるのはもう分かっておりました。で、まあ当然今そうなってはいるんですけども、いや、池田先生と僕がその一緒にコラボをしようとした理由はね、池田先生自身を助けようとかそんなんじゃないんですよね。その螺鈿っていうこの伝統工芸の世界をもっとみんなに知ってほしい。で、手に取ってやっぱり触れて、物が売れてっていう状況をどん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 作っていかないとなくなっていく一方なんですよね。新しい子がね、この分野やりたいって言って飛び込んだとして、食ってけれる作品を作ってね、売れていくっていう状況がね、もっと容易にならないといけないって思ったんですよね。なので、まあ螺鈿でいうとどうしても伝統工芸だからなんでしょう、まあ言い方悪いんですけど、使えないもの、飾るものっていうのが多くって、もうほんとごくごく一部、まあ下手してる、これも言い方悪いんでごめんなさい。言葉が見つからない。いわゆる、富裕層、お金を持ってる方が、ほんと趣味的にっていう要素がね、すごい強いんですよね。あとは美術館とか、博物館とかに飾っていただく、展示するっていうのが、ほとんどなんですけども、なんだろう、もうちょっとハードル下げれないか、って言った場合に、ちょうど文房具もいいんじゃないかなと。まあそれはなぜかというと、蒔絵の万年筆というのがすごく評価されているからです。蒔絵も伝統工芸です。装飾という、はい。で、まあもちろん日本よりも海外向けっていうものがあるんですけど、その日本の伝統工芸で海外ではわりかし受けるんですけど、まあそれで
万年筆の分野でかなり成功してたくさんあるんですよね。で、海外のメーカーも参入して螺鈿じゃないや蒔絵というものが認識されている。日本でも海外でもです。で、その中に螺鈿もね若干あるんですけどね、大したものがないっていうのか、まあ大したものがないっていうのか、まあその売れるお値段とかっていうことも含めてなんですけども、めちゃくちゃこだわってるっていうものが少なくて、まあそこにちょっと一石投じて螺鈿の世界で最高峰も唯一無二のこの池田先生の螺鈿を文具の方に持ってくることによって、文具の世界でこういう螺鈿っていうのがあるんだっていう認識を広めていただくっていうことと、あ、こういういろんなことをやってもいいんだって作る側がね、そのそう思っていただければね、もっとなんかいろんな分野が広がっていくと思うんですよね。まあそういうのも含めて、そして池田先生にこれを作ってもらうことによって、彼がね、お弟子さんたちを使ってそういう技術の向上並びにね、そう僕自身が今は池田先生に作ってもらっているんですけども、そこで修行したお弟子さんたちがね、今度僕と一緒に組んで、僕がお弟子さんたちと螺鈿文具というものを広げていければなと思います。池田先生はね、もうすごすぎてね、自分の作品だけでも十分なんですよね。本当その中で無理やり僕のものをやっていただいてる最中でございます。はい、まあマトリックスすごいんですけども、はい、これはお客様のですね。はい、マトリックスに関してはね、注文となります。予約金をいただいて初めて予約が完了して、今年ですと約1年半待ちぐらいとなっておりますね。今年春頼まれた方は来年の年末ぐらいまでのお時間をちょっといただくかなと思います。まあそれぐらいちょっとお忙しいということで、はい。でね、イベント、春のイベント始まるんですけど、螺鈿文具ね今回一切持ってきれません。はい、間に合っておりません。はい、在庫もゼロでございます。そのため竹内さん、並びに長澤さんの方には螺鈿文具一本も持ってきれませんので、すいません、ご了承ください。で、まあ一応今先生の方に頼んで作ってはいるんですけども、一応新宿の個展までには何かしらいろいろ作ってもらおうという感じで進めております。もう制作はまあ昨年から入ってますので、なんとか新宿の個展には何本か間に合いそうです。で、すごい数が少ないです。そして池田先生のその知名度、人気が出てきております。螺鈿文具でも欲しいという方も増えております。そして木軸ブームで工房施設というのもいろんな方に認識されてきました。本当にありがとうございます。まあそのためね、その僕を知った中でこの螺鈿文具を知った方もね結構いらっしゃって、欲しいという方もいらっしゃいます。まあそのためね、数ができない中での販売となると思いますので、今年は多分お店のイベントでは一切持っていくことができません。まず春は、個展の時に持っていきます。で、多分個展の時また近くになりましたら出来上がってから、連絡いたしますが、お時間作って螺鈿文具が欲しい方のみ集まっていただいて、その中で抽選販売という形を取らさせていただきます。早いもん順とかそういうものはしません。そして、来た方のみでの販売となりますので、今のところあくまで予定なんですけど、4月29日の午前中を螺鈿のみのお時間を取ろうかなと思っております。詳しくはまた後で言いますが、もう今の時点で少しちょっとご予定の方立てていただければなと思います。まあ、マトリックスはないですよ。マトリックスは注文ですのでないんですけども、去年のようにあるわけではないです。はい、まあ
メインは両輪ですよね。一回ちょっと多分両輪、竜の鱗と書いて両輪、まあそちらの方が万年筆、ボールペンの方が出てくるかな。まあサイバー六角も出てくればいいかなっていう感じでございます。数は本当にわかりません。めっちゃ出してます。注文だけは出してますが、本当に、ね、先生も忙しくて、なかなかできない状態なので申し訳ない。その辺だけお知らせしておきますので、もしラーデン文具興味ある方、またその時にお願いいたします。もうね、いいな。でもお客さんのは出てくるんですよね。はい、シリアルナンバー011まで来ましたね。はい、さあシリアルナンバー000工房節の注文分は、早注文してから3年以上が経過しておりますが、上がってきません。もう ここは言っちゃダメですね。本当にできるんだろうかって心配ですけど。はい、でね、あとお値段の方なんですけども、今年いっぱいは、値上げの予定はございません。ホームページに書いてあるお値段でそのまま行く予定でおります。まあ、ただまあいろんなものがちょっと値上がりして、まああとまあコロナの影響もあって、まあいろいろとあります。はい、まあ、そのためね、ちょっと今年は大丈夫なんですけど、来年は価格改正があるかなというのと、まあ、今年、値上げをしない代わりにお店のイベントはなしということで、まあ、春固定の時に1回で、売れなければ九州にも持っていきますし、その次のイベントにも持っていきます。で、その次はどうだろう、秋に1回できればいいかなっていう感じですね。はい、それくらい出せないです。本当数本だと思います。はい。まあ個人的にはね、まあもちろん池田先生の監修であってほしいんですけども、弟子さんたちがね、早く技術的なものも含めて、はい、独り立ちしていただいて、その子たちとできればなと思っております。まあマトリックスはね、不可能なんですけども、まあでも、すごいですよね、もう。ずっとテンションだた下がりなんですけど、で、パニック状態なんですけど、これを触るときは少しちょっと気持ちを落ち着けて、今、開けた状態で、ずーっと見てられる。ね。はい。ですね。やっぱりいいもの、魅力的なもの、は心が癒されます。いや、この世界にはまってしまうと、あかん、僕作業ができなくなるとやばいので、そろそろ終わろうかなと、しまおうかなと思っております。はい、まあというわけで、すいません、イベントには螺鈿文具がちょっとお店のイベントではね、ないんですけども、で、東京の新宿のイベントの時、またお知らせしますが、ラデムグ出てきます。またご検討お願いします。はい。あかん、離れられへん。あかんな。そう、撮影許可していただいたお客様、ありがとうございます。はい。3月入ってからお送りさせていただきます。ペン先の方も少しで出来上がってきますので、というわけで、ラデンブングでした。ああ、でね、ごめんなさい。ラデンブングね、この光加減ね、難しいんですけどね、本当は太陽の光、自然光ですね。自然光で見るのが一番よくって、欲を言うならば、水を、まあ、桶とかに張って、水の中で入れて、光が入ってきて、で、光が貝を通って下の黒い漆で反射して帰ってくる光を
目で見てるので、水があるとさらに乱反射も含めてめちゃくちゃ綺麗に見えるそうです。僕怖くてまだ自分の作品でもやったことないんですけども、まあもし機会があればそんなこともやってみてください。まあでも電気の光でもいいですし、まあでもやっぱり外で見る自然光の光で見るのが一番ですね。はーい、すごいですよね。いやだからいい加減離れろということですね。はい、申し訳ございません。まあこんな感じで螺鈿文具の方も池田先生とのコラボ、池田先生に頑張ってもらって少しずつ作っていきますので、また見てください。よろしくお願いいたします。